こんにちは。ロッキーを見ろ。いや、南の帝王でしょ。まあ両方いいんですけどもね、あのテーマソングを聞くともうね、ドラマの中の人間になりきってしまいますよね。ということで私もね、今回は何になりきるかというと、そうなんですよ、マシンメンテナンスですね。アメ車の修理屋さんに今日はなりきってみました。あー、かなりね、分かってきましたよ。私のナイト2000っていうのはアクセルをこう吹かそうと思っても全然ね、エンジンルームにガソリンが入っていかないっていう風な形でクリーピングしかしなくなっちゃったんで、昨日はレッカー呼んだんですよ。昨日はしまったな、なんてことになっちゃったんだと思ったんですけども、くるっとスイッチを切り替えて、いや、これからはこのナイト2000の隅から隅まで分かるような人間になっていこうかなという風に自分のね、こう人格を入れ替えてみたんですよ。そうするとですね、そういう風に積極的に見てみると、あ、車恐るに足らずだなと今思ってますよね。結局部品と部品の組み合わせ、ネジとパーツの組み合わせで車といえどもできてるんですよ。ということはですね、これね、ホームセンターの部品でどんなもんでも修理できますよ。いや、はっきりね、分かりました。だってパカッと開けてみて、それ特殊なね、部品はありますよ。そういうのはやっぱり買っていかないといけないと思います、専門的なところで。でも大体ね、摩耗したりとかちびたりとか壊れたりするところってどこででも手に入るものが真っ先にそうなるんですよ。で、今回もそうでしたね。単なるペダル、アクセルペダルをつないでるワイヤー、そのワイヤーが あれですよね、キャブレターエンジンの形なんですけども、エンジンのね、こう噴射口を引っ張る金具に引っかかって、そうやってアクセルっていうのはエンジンを引き込んでたんですけども、そこが外れてるだけなんですよ。外れてただけ。つうことはこれをクイッと引っ掛ければ終わりじゃんみたいなの分かったんですよ。で、昨日も薄々そういうふうに思ってたんですけども、なんせね、エンジンルーム100度になってて熱くって、ボンネット開けるのがやっとで、もうね、蒸気で確認できなかったんですよね。だから昨日は作業を諦めて、いろいろと作戦を練ったり、ナイト2000の他のオーナーさんに、連絡してね、アクセルがこうなんですけどって言ったら、あ、それはね、みたいなアドバイスを受けて、で、今日は冷えた状態で動画を撮影して、こんな風になってますけど、ここ触ってみたらこうなんですけどっていうので確認を取って、あ、それは多分こうですよ、みたいな感じでね。あとは、レプリカを作ってくださった方に最終的な確認を取って、私は2つの質問したんですよ。これはたびたび起こるんでしょうかとかね。たびたび起こるとしたら、どういう風にしたら、そのたびたび起こる頻度を減らせるんでしょうかってことでね、聞いたんですよ。でも今度から同じようなトラブルがあった時に、私ね、もうすぐに5分で直せますからね。これ5分で直せる時に、暑いから軍手を車に入れておこうかなと。あとは冷却用のなんかね、扇風機かなんかがあればいいなぐらいな、なくてもやりますけどね。そういった形で一つトラブれば一つ解決方法が見つかるんですよ。いや、本当にね、車ってのはね、もうどんと濃いですね。もうね、バッテリーももう OK と、エンジンルームも OK と、アクセルペダルも OK、 あとブレーキはまだ未経験なんで、ブレーキの方もちょっとこれからね、トラブルが起きる前にここら辺チェックしておきたいなと思います。今回ね、何が言いたいかっていうと、やっぱりね、なりきることなんですよ。私はね、車のレプリカ屋さんになりきって、ボンネット開けたりとかね、エンジンルーム見てみたんですよ。そうするとですね、いや、車はもうね、俺苦手だからやらないっていうところからくるっと変わってですね、いや、何でもできるんじゃないのかなっていう、こういうような目で見ると、やっぱ何でも分かるし何でもできるんですよ。積極的に解決しようかなと思えば積極的に解決できていくし、消極的になってビビっちゃえばもうね、問題解決から遠ざかるわけなんですよね。まあ、こういったことを今回もね、ナイト2000円で教えてもらったかなと思います。もうね、どんどこいですよね。だからナイト2000のレプリカ持ってる人持ってこいみたいな感じですよね。だからね、非常に車って単純なパーツ の組み合わせなんで、ね、83年式 のナイト2000アメ車がトランザムが直せれば、もう他の車とかもうちょちょいのちょいじゃないかなと思うんですよ。つうかね、最近の国産車って壊れないんですよね。壊れないから誰もボンネット開けないと、ボンネット開けないから車のオーナーさん自身が修理することを全然覚えないと、年に1回も見ないわけなんですよ。まあ私もずっとそうでしたけどもね。でもいつ壊れるか分かんないなと思いながら見ていくと、実はね、メンテナンスの方法が自分の中にどん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 入ってきて、いつ壊れても全然怖くないぞみたいなね、そんなね、気持ちになってきたりとか、人の車をちょっと見てやろうかな、直してやろうかなみたいなね、そんなおせっかいな気持ちも出てきましたね。という形でトラブルが、昨日はトラブル起きました。でも今日はね、大きく成長して非常にね、楽しみなカーライフになってきたなってことですね。もうどんとこいですね。もうどんなもんが来ても大丈夫ですね。もうエンジンがもう分かるようになってきたら、もうあとなんだろう、もうね、なんでもこいですね、これはね。ざまめろって感じでございます。それではロッキーに南の帝王、そして、ナイトライダーのテーマとともに、今晩も おやすみなさい。